室蘭工業大学4年杉本由紀です。大学院1年の伊藤です。大学院2年の二川部です。もともと雪合戦って聞いて、まあ、遊びの延長かなと思ってたんですけど、スポーツ雪合戦というものは割とガチで、でも初心者でもできるということで聞いてました。実際そうでした。確かに大人も子供も、初めての試合はメンタルでは負けないぞっていう気持ちで臨みました。初めての試合はまあ幼稚園の頃なんですけど、まあ、その自分体小さかったんですけど、まあ、大きい体の大人の人にも当てたことで、ちょっと嬉しかったし、快感を得たことを覚えています。ルールは、7人1チームの3分3セットマッチで行います。1セット90球で行い、時間内に相手のコートのフラッグを抜くか、雪玉を相手チーム全員当てた時点で勝ちとなります。また時間切れの場合は、終了時に残っている選手が多い方が勝ちというルールになっております。夏はうちの部活動、室蘭工業大学の雪合戦は夏にとテニスボールをに新聞紙を巻いてガムテープのようなものでまとめたのを雪玉に見立って、あと 木で作った壁を作って練習してます。で、冬になったら実際にテニスコート1面借りて雪玉製造機で製造雪玉を作って、外で実際の雪を使って練習してます。中には少年野球のチームが冬外で練習できないので、代わりに雪合戦をするっていうので、少年野球チーム同士の雪合戦の大会っていうのも文化として行われています。昭和雪合戦大会っていう一番大きな大会で、だいたい100チームぐらい集まるので、正確な数は分からないんですけど、すごい200チームぐらいいるのではないかなと思ってます。ただ大学チームだと自分たち室蘭工業大学の中には早稲田大学さんぐらいしか知らないです。雪玉と言いながらほぼ氷に近い状況になることもあるので、実際速い球を投げて当てられたらとても痛いですし、台所が悪かったら怪我する可能性もあります。山なりの球がたくさん飛んでくるので、それを避けるっていうことが自分は一番難しいと思っています。自分は後ろから球を補給するポジションをやっているので、まあ、一番は球を割らずに、なるべく前の人たちが球を多く使えるように球を割らずに送るっていうのが一番難しいかなと思ってます。コロナのが蔓延してから以降の大会は全て中止になっているのが現状で、オリンピックの種目にはまあぜひなってくれたら嬉しいなと思ってます。全世界で雪合戦っていう、まあ、日本の名前なんですけど、雪合戦っていう言葉が知れ渡ってくれればいいなと思ってまして、オリンピックになってほしいのはもちろんですけど、やっぱりプロ契約とかっていう作られると思って夢広がりますし、やりたいなって思う人も増えてくるのかなって思っています。